はい、皆さんこんにちは、シロです。よろしくお願いいたします。ということで、本日はですね、セレクションガチャ引いていくんですけど、端末まだありません。今日はね、スペシャルなゲスト、呼んでおります。モンスト界でいう、まあ、YouTube 界に照らし合わせるとモンスト界のヒカキンさんと言われていたぐらい、かなり有名な方を今日一人、ご招待してます。もうみんな期待してほしい。もうね、今まだかつてないぐらい光り輝いてる。もう入ってきた一瞬でわかる、すごい人だって。はい、ということで今日来てくださるゲストはこちらの方。やめろよ、おい。ハードルがやばいってすいません、よろしくお願いします。おかしいだろ。はい、すいません、よろしく。黒助さんですね。はい、元ヨークローチャンネルでね、3000万人登録とか言って、おかしいだろ。そんぐらいの規模で、でやってた方で、僕の友人なんですけれども、はい、今も YouTube やられているみたいなので、はい、ちょっと暇って言ってたから、はい、出てくれませんかって言ったらね、快く承諾してくださいましたので、一緒にね、セレクションガチャ引いていこうかなと思います。はい、俺は中身決めてないんよ。あ、決めてないの？決めてない。だから、うん、ちょっと動画で後でつなぎながらやるんですけど、まず黒助さんに、引いていただいて、はい、まあその人柱っていうかね、まあ、悪い言い方をすると人柱、いい言い方をすると、まあ、仕様の確認を、していただこうかなというふうに思います。ということでゲーム画面どうぞ。はい、ということで引いていこうかなと思います。俺会社の画面ないからさ。はい、ああ、そっか。とりあえず庭園制覇してるもんね。してる。あ、そっか。でも庭園のあれか、適性がいないところ地味にあんのか。そう、そあるんだけど、うん、とりあえず光属性はもうシードル確定、絶対。はいはいはい、間違いないですね。うん、やっぱみんな庭園だからね。窓かを抜きたい。ああ、じゃあやっぱみんな同じとこたどり着くんだね。うん、結局シードルで固めるよね。シードルがいい。うん、で未生じゃあるけどシードルにする。で闇属性は欲しいのが正直いない。だから未所持でクロッカス。はいはいはい。まあでも発言埋めるの超でかいからな今。うん、もう未開とかね、モンパス会員だと発言ガチャが飛んでくるから。そう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 。はい、で次、貴属性。貴属性も欲しいキャラいない。未所持いないのよ。あ、未所持いないの？そう、やばくない？スノドル3体持ってんの？やば、刺されるぞ。やばいよね。うん、でラックが高いやつもいないのよ。あ、ラック順できんだ。ラック順できるんだけど、ラックで見てももう届くやついないから。いや、ケロンちょっと重ねたいとかいいんじゃないの？ケロンいっとく？やばい、絶対出るよ。こんなに、そんなにね、うちのチャンネルでやったら絶対出るから。あ、でもうちのチャンネル1個だけちゃんとバフがあって、うん、その出演バフ、うん、赤マナが出やすい。じゃあ赤マナが出やすいっす。赤マナが2体目いても悪くないから、ね。これマジ、この部屋にバフかかってるんで。怖すぎるな。で、火属性が一番悩んでて。あ、いいね、プロメテウス。プロメテウス92。いや、仮にプロメテウス運極になっても重心流を求めてとかでも使わねえだろ。いや、でも、うん、プロメテウス勲章つけたいから、まあ、ありっちゃありなのよ。進化前勲章。進化勲章いらねえ、マジでいらねえ。いたな、一人うちの塩地さんでね、プロメテウスのね。か、もしくは、アルファ混ぜたらノンノが92とかなのよ。え、絶対そうじゃん、じゃあだから、まあ飲んのかな。まあでも発言がちょっと強えな。発言そう、2枠埋まってないのかな。モンゴルフィエもいいんじゃん。こうか。ああ、ラック順？いや違う、多分そう、あれ右のやつだと思う。右上のこれ、ナンバー。ナンバーか。うん、で多分、そうね。そう、未所持が持ってん。あ、モンゴル持ってんだ。うん。ジョーハリいない？ジョーハリいない。え、ルナチはあれなんじゃないの？ノンゴル使うんじゃないの？いや、もう乾燥してる。あ、そっか、乾燥しちゃった。乾燥してる。乾燥してる方でした。そういうことでしたか。なんで、まあ、飲んのかな。うん、飲んのありだね。やっぱでも、基本やっぱ長くやってる人はね、ラックが原因で引くって人も結構いると思うから。うん、で、水属性も水生児がいて、うん、シーター欲しいかなって思いながらも。いけたらシーターだね。でも、ママ子終わってんの？終わってないけど、うん、でも、これも実はテキーラが90、うん、いや、テキーラは欲しい。91とかなんだよね。だって言ったらテキアルもあるじゃん。そう、全混ぜで91とかなのよ。ね、ああ、じゃあテキーラがここから溢れちゃったとしてもアルファの分も集めるから、そう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 、伸びとく分には超いいもんね。あ、それ激アツだね。だから未所持行くかテキーラ行くか。まあでもシータ結局、ギルティ持ってないでしょ。ギルティ持ってない。あ、持ってない。アルビーちゃんいるでしょ。アルビーいる。まあじゃあシータも別にって感じか。そう、なんでおー、あ、なんか古い左みたい、古いな。古いガチャ引くな。はい、で、10連ね。10連 OK、いいよ、行きます。うん、欲しいキャラは、一番欲しいのはシドル。あ、まあそうだね。庭園にド直球であるもんね、変わってくるもんね。そう、関わってきます。バフがかかってますからね。赤マナフはやばい。いや、いいじゃん、選んでるから。選ぶんだよ、じゃあ。あれ、あれ、あれ、あ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 、でかい。あ、でかっ。
お前。これはありだよ。だってシードル2体目だった。え、確定出てた。確定出てた。確定出てた。あ、シュワンシュワンってやつ。あの、ピカンピカン出てた。あ、エース出るんだ。限定じゃなくても今回は。テキーラだからこれで79、89、94。おー、リーチ。まあでもアルファ混ぜてリーチでしょ。うん。で混ぜたくないから、うんでも、ね、考えすぎるとね、もう50円引いちゃうから気をつけた方がいい。やめよ、マジで。見なかったらどうしよう。はい、ということで、俺のターン。いいんじゃないの？引き強すぎや。俺ちなみに、全部いくから。ブッパ。一応予定では全部いく。はい、ということで、私も仮決定はされております。まあ、初毛が3体と、まあ、赤マラフ3体目。普通にそのタルタロス引いたんだけど、結局赤マラフ呼んでやる。じゃ、うんうん、だから、まあ、赤マラフが3体目いてもいいかなってところ、うん、で一応選択でもラックまだ見たいんだ。で発言を全部固めたのね。なるほどね。ラックやばいんだ。うん、ああああだからもう受け狙いとかならもう輪痛極まってるんだけど高みを目指す輪痛の高みを目指すっていう意味では、まあ、この辺ふざけていってもいいし、まあ、サラランダーとなぜか知らないけど打診弁リーチなの。うん、マジいらないじゃん両方。いらないね、うん、サラマンダ結構強い。ダシンベンもこの後多分結構強くなるタイプのキャラだと思うからいいと思うんだけど、さすがにねこの辺りのね発言をね、まあ埋めた方がいいね、うん、埋めた方がいいですよね。なんでここ行きます。でシータ、はい、水はママ号終わってるんですけど、うん、まあ、水ね悩んだんですよ。むっちゃラック高いの全部。そうだね、まあ、そうだね。水の遊園をねやはりね一時期ね、意味もなくぶん回していたのでそれのおかげでね。アドミス大丈夫？アドミスはね、もう見なかったことにした。でも多分この辺 0.5 秒ぐらいしか見てないね、もう。ああ、もう、支障ないね、つって。で、シュウユがね、ツモだったり、ルナがツモだったりしたら、アルリカ、うんうん、言ってたと思うんだけど、まあでもそこまで重要視する必要もないかなっていうので、まあ発言をね、優先させていただこうかなというふうに思います。うん、で、シータ。で、はい、キー悩んでる。で、赤マラフなんだけど、ラック高いところは結構いいとこなんだよね。マーリンとかさ、次神獣神化全然あってもおかしくないじゃん、うん、ってなってきたらマーリンありかなって思ったんだけど、行き着いた結論がマーリン神獣進化してピックアップした時に引けばいいや。それそうそう、だからそうこういうピンポイントで確率高い時に抜くならやっぱ実用性のあるキャラっていうので赤マラフ行かせていただこうかなと思います。そして光属性は名前を知らないやつこのボンジョビ、ボンジョビみたいな。ボンジョビじゃねえ。それぐらいのやつが一応持ってないところと、一応ダイヤモンドのラック、これ悩みますね。今気づきましたが97か、うん、どっちかにサキバスかな。サキバスはちょっと悩んでも良さそうな気するけど、まあこれもね結局ねやはり進化形態が追加された時にその時分回せばいいということで、俺今すごいことに気づいたんだけど、これリケル俺積もってんだ。ちょっとね、リケル運極になってんのマジ？リゲル運極やばくない？いつの間になってたこれ。え、どうやったらこのタイミングでリゲル運極になるのこれ。いやマジいいよ、引きすぎじゃねこいつだけ、うん、おかしいね、リゲルやば。わりかし当たりしめるキャラだけど、ねと、はいうことで、まあ、モンタナはね、あの10連目で、2枚抜きする予定でございますので、まあ、モンタナかな、うん、でね、これね、すげえ悩んでる、ここでずっとしてるんですよ、ロッキーがリーチャーの、うん、真珠神がしないのよ、うんうんうん、で、あとワールドもこの後絶対さ、候補に入ってくるじゃん。来るね、きっと来るんだろう。だからワールドロッキーあたり行ってもいいんですよね。で、モンタナさ、正直さ、運極になったとてさ、うん、不可思議のガイドぐらいだろ、うんうん、あれガイドだよな、うん、こいつな、クリティカルじゃなかったと思うんだよな。不可思議のガイドが相当大きいらしくて、でね、そうこのガイドが出る出ないの問題がすごい変わるらしいんだけど、まあ不可思議周回しないんだ。なんでちょっとロキと悩んでて、まあ最終的にまあロキかな、ロキね、うん、ロキにしよっかな。ネズミこそ運極とかね。モンタナと不可思議あれだね、ラキリザ待ちだね。あっラキリザ待ちいいでしょ別に。それも薄いとこかけすぎやろ。まあね、もしかしたらね、エールの泉スーパーみたいなのが来てね、あの次出た EX ステージラキリザ確定とかあるかもしれないですが、なんかよくわからないようなメンツになりました、はい、これでいきます。まあ本当はねこれ引いた時にね運極になるとかが一番盛り上がるんですけれども、うん、はい、まあこれでちょっと行かせていただこうかなと思います。では参ります。私発言埋めたいので、年末にあります限定含む発言ガチャ、あれでこれ月下老人を引く予定なので、8ヶ月後ぐらい年末先じゃねえと思うんだけど、8ヶ月後ぐらいに俺は月下老人を引くつもりなので、それまでのキャラを全て埋めたいんですね。で、発言ガチャも残りのストック2個か3個しかないので、まあ、このタイミングでちょっと埋めときたいと。埋めるんだよ、止まるんだよ、止まれ、マジなのに。
ほらほらほら、うん、バフキャラ、バフキャラこれバフキャラですこれ。え、これね、すごい、これすごいこと言っていいですか。これ、俺説明動画の時に言い忘れたんですけど、引いたじゃん、引いたらこれ変えれんすよ。あ、そう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 、これがね、マジでね、もうバチクソ熱いので絶対変えてくださいってなったらマーリンですね、これ。いや、これマジ熱いよな。熱い熱い、マジで。これ入れ替えてさ、うん、違うの、ね、狙えるからね。いや、これマジで最後まで行くべきよ。いや、そうな、いや、うん、そう、来ました、マーリンになりましたってことで、いきます。いや、期待値高いですからね。からどれが出ても嬉しいわけですから。ほらね、言わんこっちゃない。え、でも、この撮影室、油断してはならない。変えたのに赤マラフ出る可能性あります。嫌だわ。まだちょっと気をつけないといけない。嫌だ、この部屋。この部屋はね、侮ってはいけないです。止まってほしいですね。発言の方ができれば嬉しい。マーリンは、なんだかんだで多分出せるんで。おし、来た。ってことは一体変えれる。はい、来ました。このなんか炭使う女の子ね、炭ちゃんね。はい、まあ、炭ちゃん出たんで、これ火も変えれると。え、超面白いんだけど。これ変えれんのやばくない？やばいね、これ。だってえ、下手したらだって未消費埋め放題じゃん。埋め放題だよ、埋め放題だよ、うん、今から埋め放題します、うん、もう埋まった火に関しては埋まったので埋まりましたね。で、2体目欲しいやつとかもいないので、リンツーで高みを目指すか、まあ、サラマンダーか、うん、サラマンダーかな、うん、まあ、ていうか打診弁かな。え、ちょっと待って、ガチャのなんかメンツのなんかレアリティがどんどん下がってくるマジでいらないやつばっかりになってくる。はいはいはい、これね、はいはい、これ、ああ、苦しいじゃない、うん、どれ引いてもメリットがある、うん、まだまだ苦しいじゃないですね。これ後半地獄みたいになってくる可能性あるけど星玉ちょっと貯めたくねえな。いや、見抜いてネズミこそ行こう。いや、マジでいらない。で、他に候補言うて。ならモンタナ行くわ。98ぐらいだと。おっ、ロキツモ、マーリン、やばい。え、ガチでやばい。え、じゃあもうロキとかいらない。あ、てか、これやばくない？この瞬間で3体ぐらい運極生まれましたけど、これ。え、これやばくない？え、えぐい。え、このガチャやばくない？大丈夫そう？え、てか、マーリンギリ積もってないんだが。ちょっと待って。しかも、マーリン続投。え、これ変えんのめんどくせえんだけども。いや、サラのマンダーさんはいらないから、え、こっち2体目3体目行こう。何がいるだって。あ、まあでもルナチュ2体目でもいいよね。うんうんうん、ベートーベン1。いや、ベートーベンはこれ帰ってきたね。帰ってきてるね、これ。こいついらないから。いや、もうマジでバチクソいらんわ。え、なんで、え、火属性は分かりました、引きません。火属性の枠誰にしても引かない、引かない方向でいきます。なので、誰でもいい、引かないんで。うーん、ほんとに、ちょっと発言になってくんねえかな。で、ロキも変えれる、ロキも積もった。え、これロキでかくね、運極でかいね。これ、神獣進化ロキはさすがに強いでしょ。神獣進化ついにさせない。じゃあ、ワールドでしょ、これは。あ、いいね。メンツ古いんだけど、これもイラスト潰れてるやつもあるんだけど、真ん中にいきます。はい、ソン以外、まあ、ソンはもう運極でもないし、打ても何も面白くないんで、うん、ソンは回避。はい、鉛筆はなしと。いや、でも神勝ちだわ、これ。もうすでに引く価値があると言っていい。おいおい、運極生まれすぎ。え、でかくね、これ。え、マーリンまで積もれ。え、これマジで神勝ちだな。マーリン、ダシンベン、ロキ、ロキ、あ、誰かいた。もう1体ぐらいいた、ね、なんかいた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 。えぐっ、えぐっ。もう一回一回選び直すのめんどくさい。き、次、あ、ミョルニルとかもなんか強くなりそうだよね。なりそうだね。ミョルニルいくつやった。ミョルニル80ぐらいでも。ああ、あ、スノードロ2体目いてもいいけどね。うん、でも、まあ、スノードロッパー1体いれば、まあ、戦える。あそこ2体積むことないから、アジデータないね、うん、アリスアルファ絶対入れるんで、アリスアルファが入ってたらね、うん、アリスアルファにしてましたけども、やばい、上の方結構香ばしいやつしかいないんで。もはや誰でもいいな。義務かな、ギムレット。まあ、今後の期待にかけるんであれば、まあ、ヘラクレスとか言っといてもいいかもしれないね、うん、ヘラクレスかな。じゃあ、もう木も引きません。わかりました、木も引きません。はい、やばい、メンツ黒いっすね。結構メンツ黒い。え、もうこれ多分ね、ぶっちゃけもう撤退です。これ正直撤退。あ、撤退しよっか。いや、でもいや、星玉どうなるのか見たいしね。、うん、え、だってさ、星玉これ溜まったらこれ5体のうち誰か出るんだろう。チャージしてます。
え、確定してる。確定してます。ありがとうございます。発言欲しいっす。発言かワールドね、うん、やば、ひときいがい運極量産ガチャじゃん、マジで。じゃワールド、ワールドソンじゃない、ソンとあれじゃないから。おし、きた未所持。いや、でっかこれ未所持。はい、これボンジョビこれ未所持埋まんのガチでかいなソン、ソンいいっす、これ。でもこれ、溜まるじゃん。これ溜まったらさ、え、この5体のうちの誰か出るってこと？確定出たら出るんじゃないのか。え、これやばくない？え、じゃあこれ確定じゃなかったら誰が出るのこれ。え、確かに。てか、これ確定だったら実質キッピと一緒じゃん。え、5-1？ うわぁ、ボンジョビに耐え持ちになったえ、クソいらねー、クソいらねーんだが。え、マジでいらねー。うまい、1体でいいよ。え、マジ奇跡じゃん、これ2体持ちになるのえ、もうじゃこうなっちまったらさ、もう損を極めに行くしかねえよな。逆にね、火属性欲しくなっちゃったね。え、ジョビいらんな、もうでもアラジンだな、これ。あ、じゃダイヤモンドつもりに行こう。うわ、これダイヤモンドにしときゃよかったマジもったいねー。あ、でも損が2枚抜きできたのでかいね。あ、1枚か、1枚。損あと2枚、ラスト10連かついに運極狙いになっちゃった全部シータ、シータ、シータ。え、でもこれ発言2枚3枚抜いたでしょ、今回埋めたでしょ。うん、はい、おお、祝福だ。シータ確定、シータ確定、ゼロ角、これがゼロ角ですゼロ角はい、シータ、はいはい、しかも1個目でかいね、これ熱い、うん、でも理論上この後シータ楽50枚伸びる可能性秘めてますからはい、ダメ。いや、もうシータいいよ。もう1枚ぐらいなんか引いとこ。ワールド、ワールド、ワールド。あ、いやいやいや、え、大勝利でしょこれ。神ガチャ、え、もう引けねえのかよお前あ、おお、ワールドいや、これ熱っ。いや、激熱。発言で埋めたいとこ全部埋まりましたもん。埋まったね、全部埋まったし、なんか運極も2体ぐらいついてきたし、もうシェフィールドとグレムリンゲットできたんで相当でかかったんじゃないかなと思います。いや、ガチでかいっしょ。ガチでかいね。え、運極やばいね。いや、運極やばい。ちょっと混ぜませんけど、うん、混ぜませんけど最後にこんだけ運極になりました。はいはい、運極達成の画面出してきますはい、でかすぎ、うん、だから、まあでも今正直さ、うまみで言うと、うん、いや、でもでかいか。タイミング的に庭園の適性だったりアジテーターの適性が、うん、めちゃくちゃ工場キャラに多かったじゃん。いや、そう、庭園のキャラがさ、うん、引かせてくれるガチャがあんまないんだよね。なんかさ、天馬英傑さんみたいなやつあるじゃん、うん、あれもう確率うんちじゃん、うん、で今回 2.4 あるから、うん、やっぱ現実的に出るね。2人ともだって大勝利してるじゃん、うん、でかいわこれ。いや、マジでシードル欲しい人はここ引いた方がいい、絶対。ああ、まあでもシードルはそうだね、うん、まあでもさ、あ、まあでもあそこはしばらく変わんなそうではあるわな。変わんなそう。マドカが適正でシードルいてって感じになる。でも適正がやっぱ少ないから、うん、キリン虫とかの攻略とか見てからの方がいいかもね、うん、ああいういろんなひねった攻略もあったりするからね、はい、で、次回以降ですね、はい、セレクションガチャもう何回もやってるじゃないですかこれ、うん、変えてほしい。ん？1個なんだ、同じ属性選ばせてほしい。あー、確かに工場キャラの5体を好きなの選ばせてほしいよね。で今回結構木によって欲しい人多いと思うんだよね、うん、赤マナフでしょ、うん、あとはスノードロップ、バルムンクとかね、やっぱ木とかに寄ってたり、うん、1個の属性に結構寄ってほしいって人がいると思うから、うん、いや、なんか、そうか、そう、各属性1体じゃなくてなんか工場から5体っていうやつにしてほしいよね、うん、セレクションっていうぐらいなら。セレクションしてませんやん。確かにね、属性縛られてますよ。確かにね、なってるんで、うん、まあ次回以降やるならね、はい、もしそれだったらね、はい、やってほしいですね。はい、ということで今回はゲストに黒助大先生 AKA ヒカキンを、お呼びして期待しません撮影させていただきました、はい、まあ、久しぶりにね、誰かと一緒にこのオフィスで撮るっていう動画になりましたので、はい、で、黒助さんもね、一応 YouTube の配信とかね、やられているんで、はい、あ、ぜひ概要欄に貼ってあるか分かりませんけれども、はい、ぜひそちらからね、遊びに行っていただければなと思います、はい、よろしくお願いいたします。よかったら最後にチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。本日はありがとうございました。皆さんありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。引けすぎだろ。いや、引けすぎ、引けすぎだろ、さすがに、さすがにやりすぎ